冬のソナタは2002年に韓国の公共放送局である韓国放送公社の KBS 第2テレビジョンで放送された全20話の連続テレビドラマ。監督はユン・ソクホ。主演はペ・ヨンジュンとチェジウ。アジアと世界での韓流ブームの始まりとなった作品だと広く認められている。2003年から2004年にかけて日本で放送され、冬。 ソナ現象と呼ばれるほどの大ブームを巻き起こし、日本で韓流ドラマが認知されるきっかけとなった。監督、演出を担当したユン・ソクホにとっては、前作2000年の秋の童話に続く作品で、本作の後に2003年に夏の香りが、2006年に春のワルツが放送され、4作を総称して四季シリーズと呼ぶ。4作とも現代韓国の若い男女を、 主人公とする恋愛ものの連続テレビドラマだが、それぞれ独立した物語で、筋書きの連続性や、舞台の共通性などはないが、夏の香りに、純さんという会社が、名前だけ登場する。2009年秋に、全26話のアニメ冬のそなたが、日韓合作で制作され、日本と韓国で放送された。詳細は、下記のテレビアニメ武士を参照。 現代のを直訳すると、冬の連歌となる。和冬は、漢字語の連歌で、恋の歌あるいはラブソングという意味。台湾などでの中国語題名は、陶器連歌と直訳になっている。英語題名は、ウィンター・ソナタである。日本語題名は、冬のソナタとなった。連歌は、ソナタと訳せないが、NHK の説明によると、連歌を、ラブソングと訳してしまうと、 ニュアンスが異なってしまうので、韓国国外に輸出する際に変更されたという。日本では略す場合は、冬、ソナとされ、略語、冬ソナは2004年のユーキャン新語、流行語大賞のトップ10の一つに選ばれ受賞した。ユンソカホ監督の前作である秋の童話と同様にロケをふんだんに使用した。冬のソナタの撮影は、時間ギリギリのハードな撮影で、 朝方や昼間撮影したシーンを急いで、編集しその日の夜に放送するという傾向が多々あったという。ユン・ソクホ監督によると、冬のそなたは、当初は北海道をロケ地とする予定であったが、時間の関係で撮影を行うことができなかったという。ユン・ソクホ監督は、チュンさんが死亡するラストを考えていたとしている。当初、最終回はチュンさんが病に侵されて、 チュンさんの死で終わることになっていた。しかし、テレビ局に、チュンさんを死なせないでというメッセージが殺到し、結末を変更することになった。最後のチュンさんが涙するシーンを撮り終えたのは、最終回放送当日の夕方4時であった。公式ウェブサイトで脚本が公開されていた。その第一回の脚本では、役名のチェリンが担っているなど、脚本と韓国で実際に放送されたものとは、 違いがある。さらに、日本の NHK で放送された際には、放送時間の関係などで省略された場面があった。韓国オリジナル版では、白い恋人たち、ミッシェル・ポルナレフの、愛のコレクション、アバのダンシングクイーンをはじめとする欧米のポピュラー音楽が多用されているが、日本では著作権法上使用できず、ユン・ソクホ監督自らが、韓国の楽曲に差し替えた。 2004年12月放送の完全版でも差し替えが行われている。監督、演出を担当したユン・ソクホが第38回百総芸術大賞でテレビ部門の演出賞を受賞した。主演したペ・ヨンジュンとチェジューは同じく第38回百総芸術大賞のテレビ部門で、 人気賞を受賞し、制作した KBS が、毎年年末に受賞式を放送している KBS、演技大賞で共に最優秀演技賞を受賞した。音楽が美しいこと、絵画のような透明感のある自然の中でのシーン、初恋の人という多くの人が心に抱き続けている、普遍的なテーマ、はじめはナイーブな恋が決して一足飛びにではなく一歩一歩。 深い人間的慈愛へと育っていく心理的過程が全20回にわたり丁寧に描かれていることなどが好感を持って迎えられヒットした。日本のドラマではもはや見られなくなったような主婦向けの昼、ドラマ的なストーリー展開と映像、音楽が美しいことで主に中高年の女性を中心にヒットしたと報道された。当時、日本より10年から20年ほど遅れて、 発展途上にあった韓国の経済や文化と初恋をテーマとする哀愁を感じさせるストーリーとがよくマッチしたことが日本での大ヒットの要因の一つとなった。小説家、文芸評論家の笠井清史によると、韓国では日本よりも自由恋愛の障壁となる、不健や性的規範の拘束力が強く、韓国ドラマはそういった前近代的な社会的障壁を利用して、 メロドラマとしての強度を保っている場合が多いが、本作の場合はそれらの障壁をもたらす、社会領域の描写が徹底的に排除されており、その代替として、事故、記憶喪失といった障壁が用意されているという。また、社会領域の描写抜きに純愛を虚構的に作り上げるという意味で、日本の漫画、アニメオタクカルチャーにおいて1990年代後半から2000年代初頭に、 かけて、ムーブメントを起こした、世界系作品に通ずるものがあるとしている。パトリック・モディアノの小説、クライブティック通りに影響を受けたとされている。エコノミストの門倉隆氏は、冬のソナタブームの日本国内での経済効果を、総額1225億円と試算している。第1話でアイカンウォ温度の同調所在地春泉の、とある町内に住んでいる、高校生友人は、遅刻まで、 いつものように息を切らしてバス停に駆けつける。するとそこに幼馴染みの同級生三匹が先に来ている。三匹は友人のコートのボタンをかけてやる。バスが到着すると三匹は自分を差し置いて友人だけを満員のバスに押し込む。空いた席に座って居眠りをしてしまった友人が目を覚ますと隣に見知らぬ男子高校生が座っている。 高校を通り過ぎてしまったことに気づいた友人はバスを止めてもらい、その男子生徒と一緒に降りる。仕方なく男子生徒とタクシーで高校前まで戻ると、男子生徒は距離を置いて別行動をとり、タバコを吸い始める。友人は校門で大魔人というあだ名の担任教師に見つかり、叱られる。その日のホームルームの時間に大魔人が転校生を紹介する。転校生は友人が、 バスで隣り合わせになった男子生徒だった。その生徒はソウルにある名門校ソウル科学高校からの転校生でカンジュンさんと名乗る。クラス1の美人を自認しているチェリンが早速チュンさんに目をつける。噂ではチュンさんは数学の全国大会で1位を取ったという。チュンさんはサンヒョクが所属する部を友人に尋ね、サンヒョクや友人が所属する放送部に入る。 チュンさんは母が見込んで産んだ子で母の生還を名乗っている。そこに作品が設定する時代の韓国社会におけるチュンさんと母、ミヒの苦悩がある。母、カンミヒは世界的なピアニストであり、チュンさんの父は亡くなったと語り、チュンさんに詳しいことを話さない。チュンさんが転校したのは母の母校で父のことを調べるためだった。 チュンさんは三曲の父である大学の数学教授が自分の父に違いないと考え、その教授の講義に潜り込む。教授は難問を解いたチュンさんが高校生であることに気づき驚く。ユジンは遅刻した時にチュンさんの背中を踏み台にして学校の平を乗り越えたりする。平を乗り越えるのを助けてもらった借りを返そうと考えたユジンは音楽の授業の課題曲。 トロイメライをチュンさんが弾けずにいるように見えたため、弾き方を教えようとする。しかしチュンさんはピアノを難なく弾けることがわかる。そして、仮は別の形で返してくれと言い、友人を誘って、湖のほとりへ行く。二人で湖畔の並木を歩いているとチュンさんは、影の国へ行った男の話をする。寂しそうな目をしているチュンさんに友達を作るよう、友人が勧める。 第2話は叶い恋翌日、二人は、自習をサボった罰として、学校の焼却炉の清掃をすることを命じられるが、それで帰って二人きりで過ごす時間が増え、打ち解け、初雪が降ったら湖畔で会う約束を交わす。初雪が降った日、二人は湖畔でいてえとする。雪だるまを二つ作ったところ、チュンさんは雪だるま同士をキスさせ、羨ましいなという。 それを聞いた友人がチュンさんの方にキスする。するとチュンさんは友人の唇にキスをする。ジュンさんは三曲に君への当てつけで友人と付き合っていると言い,い、友人に方を打たれる。その後、友人は放送部の仲間たちとロッチに行く。友人はそこで遭難してしまう。全員で探すが見つからない。ジュンさんは真っ先に友人を見つける。友人に道に迷ったら、 ポラリスを探すんだぞ。同じ場所にあるという。第3話運命の人、淳さんは、友人と大晦日に会う約束をしたが、すでに出国の準備を終えていた。空港に向かうタクシーの中で友人の手袋を見つけた。淳さんは約束の場所へと急ぐ。その途中、車に轢かれ、帰らぬ人となる。手袋を返す約束は果たされなかった。後日、淳さんが死亡したことを知った。 友人たちは放送部の仲間だけでお別れの会を行う。第4話忘れ得ぬ恋10年後。友人はポラリスという設計事務所を建てていた。取引先の理事に会うが、それはジュンさんその人だった。友人に自らはイミニョンだと名乗るが。第14話二度目の自己ミニョンは友人に迷惑だと思いますが、この曲を送りますと、ピアノ演奏の 初めてが収録してある CD を送る。ユジンはジュンさんから初めてを吹き込んだカセットテープをもらったことは誰にも喋っていない。ミニョンはジュンさんだったのだ。疑惑は確信に変わり、空港に急ぐユジン。その途中でユジンをかばってミニョンは車に轢かれてしまう。ミニョンは意識を失う。第15赤子への旅路ジュンさんは目を覚ます。そして、 ユジンと過ごした日々の一部を思い出した。退院した、ジュンさんとユジンは、同窓会の席に出席するが、四部クはジュンさんに、友達を傷つけたと言って帰ってしまう。記憶を思い出させるため、ユジンは、春仙の町に、ジュンさんを連れて行く。ジュンさんはそこで、ユジンにミトンを返す。ジュンさんは、記憶を思い出して、あの日言えなかった言葉をつぶやく。愛していると、 第十八話運命のいたずら結婚式に三飛ょが乱入して、友人を連れ去る。三飛ょは、ジュンさんとの結婚はダメだという。友人とジュンさんが兄弟だということは伏せられた。かんみはジュンさんに、友人に、本当のことを言うか、別れなさいと別れを迫る。ジュンさんは友人を海に連れて行く。民宿で人用共にする二人。次の日の夜、ジュンさんは、 友人にプレゼントした星のペンダント、思い出が詰まったインスタントカメラ、両面表のコインを決意を持って、海に投げ捨て、どこへなりとも、姿を消す。ジュンさんがいなくなった、友人のもとに三ひヒョクの母が訪れ、三ひヒョクとの復縁は、絶対に許さないという。そこで初めて、ユジンは、ジュンさんと兄弟だということを知る。第19話父と、子、サひヒくの父は、 じゅんさんの家を訪れ、会話したが、途中で疲労からじゅんさんは、倒れてしまう。チェリンはじゅんさんを見舞い、友人を連れて逃げてという。病院で検査を受けるじゅんさん。三曲の父は、DNA 検査を申し込む。そして、じゅんさんの脳には、腫瘍が見つかる。DNA 検査の結果は、三曲の父とじゅんさんは、親子関係に該当するというものだった。 その真実を知らない淳さんは最後に友人と会い、お互いのことを永遠に覚えておこう。振り返らずに別れましょうと言って、友人が初めて図面を引いた、不可能な家の模型を受け取る。最終話冬の終わり三百は友人に、やり直そうというが、断られる。僕はいつまでも待っているという。三百は、父から淳さんと兄弟だという真実を知る。三曲は淳さんに、 自分をフランス留学に連れて行くように、友人を説得してくれという。病院で医者は淳さんに脳腫瘍の感知は難しいと診断する。淳さんは友人に三ンヒョクをフランス留学に連れて行くことを勧め、三ンヒョクに別れを告げて目の病気の治療のため渡米する。友人はその直後にパリに旅立つ。3年後、友人は韓国に帰国し、 ポラリスでジョガから昔自分がデザインした不可能な家が建てられていることを知る。同じ時期に失明したジュンさんも帰国していた。不可能な家を訪れたユジンはジュンさんと再会する。二人は夕日の中で深く抱きしめ合った。韓国では KBS2 にて2002年の1月14日から3月19日まで毎週月曜日と火曜日の夜に KBS ミニシリーズとして午後9時50分から10時50分の枠で放送された。韓国ではゴールデンタイムでの連続ドラマをガツカドラマ、水木ドラマなどと呼称し、当時の韓国では地上波テレビ局3局が揃って夜10時頃から毎回約1時間、週2回放送していた。KBS の冬のソナタと同時間帯には MBC と SBS が共に 前年の2001年から放送中だった長編の歴史劇、衝動及び四人殿下を放送していた。日本では2003年4月から9月まで NHK の BS2 で放送したところ反響が大きかったため2003年12月に再放送されさらに地上波で放送してほしいという視聴者の要望により2004年4月3日から8月21日まで NHK 総合テレビでも放送された。また、NHKBS2 で未公開シーンを含む完全版が日本語字幕付きの韓国語音声で2004年12月20日から11夜連続の予定で放送された。NHK 全国個人視聴率調査による第2話の視聴率は5.1%。同時間大会外ドラマ平均視聴率は5.3%。第8話。 疑惑は2004年5月22日に放送予定だったが小泉総理北朝鮮訪問関連特番で一周延期された。この件で NHK に約3000件の問い合わせが殺到。これを受け NHK 側は当初のアテネ五輪期間中は当番組を放送しないという予定を変更、視聴者の意見に考慮し8月14日分を放送する。 この第19話は、アテネ五輪放送の関係で、通常の土曜23時10分ではなく、翌15日の午前2時から放送されたため、またも多くのファンから要望がなされ、結局、翌々日の16日13時5分単に再放送された。韓国オリジナル版のクレジットは、ペ・ヨンジュンがトップだが、日本版では NHK が独自に、チョン・ユジンを主人公と判断して、 チェジューを先頭に据えた。KBS の了解を得ているとはいえ、ストーリーを無視した処置に対して視聴者から疑問が呈された。韓国では午後9時50分から10時50分の枠で放送され、動画配信は1話1時間になっている。NHK で当初放送された、日本版は1時間枠で1話59分だが、1話63分から72分の、 韓国のノーカット版にあった場面が数部前後分だけ省略されていた。実質53分の日本の当初の民放版ではさらに多くの場面が省略されている。その後、NHKBS2 で未公開シーンを含む完全版が日本語字幕付きの韓国語音声で2004年12月20日から11夜連続の予定で放送された。 日本語吹き替えへの語訳が少なからず指摘された。後に放送された完全版の字幕は一部修正にとどまった。2007年1月からは日本の民放テレビ局でも冬のそなたが放送されている。傾向としてはドラマ再放送枠での放送が多い。日本語字幕版2008年4月からは日本語字幕版の放送も行われる。 新編集版2012年7月からは音楽の一部をオリジナルの韓国バージョンに戻し、なおかつこれまで地上波放送ではカットされていた部分も放送される新編集版が放送された。日本語字幕版と異なり、日本語、韓国語のデュアルステレオ放送となる。劇場公開2007年7月10日から9月11日まで。 東京の六本木ヒルズの東方シネマズ六本木ヒルズで劇場公開された完全版を毎週2話ずつ4スクリーンで上映アニメ冬のソナタは韓国及び日本で放送されたアニメ作品全26話日本では2009年10月17日から2010年5月1日までダットブ 750CH スカパーチャンネル HD190 スカパーチャンネル HD800 で日本ご字幕版を放送ドラマでは語られなかったオリジナルエピソードも盛り込まれ最終話ラストの結婚式シーンでは新たに撮影された主人公ペヨンジュンとチェジューの実写パートも挿入された2013年3月5日から3月30日に TBS でも放送キャストスタッフ事故2010年3月11日午後3時頃 実写パートの撮影途中に記念撮影用の足場が、強風でひっくり返り、見学ツアー参加客1,505人のうち日本人、女性28人と韓国人、男性3人が怪我をする事故が起こり、うち1人が頭を打つ重傷となった。コミック版もある。ドラマの DVD の発売元は、NHK ソフトウェア、販売元は、日本テレビの連結子会社バップである。 2010年3月にソニーピクチャーズエンタテインメントからノーカット版の DVD ボックスが発売予定だったが劇中の音楽の権利関係の問題で発売延期になった。同年3月26日の朝日新聞長官に発売延期のお詫びと音楽の権利者の情報提供を求める全面広告の掲載を経て8月20日に同じく朝日新聞長官にて KBS のオーカット感全版のタイトルで2010年11月24日に発売される全面広告が掲載された。脚本を書いた、キムーニとユン・ウン・ギョンが、チュンさんとユジンの空白の3年間と2人のその後を小説に書き、浦川博子が日本語に訳して、もう一つの冬のそなた、チュンさんとユジンのそれからとして、バニブックスから2004年に刊行された。 2006年に続編とされる書籍、マロン首長、冬、ソナ最終章、その後の二人が右文書院から出版された。安岡明子による、冬のソナタで始める、韓国語シナリオ大役集が2003年11月付で、キネマ巡報社から刊行された。この大役集は全役ではなく、主要登場人物の登場場面を中心に構成し、 収録場面については韓国語脚本をもとに日本で放送したものに近づけるようにしたものという。ありがとうございます。